ちょっとね、今ね、クリスマスデートメイクの YouTube 見ながらメイクしてた。まあ、デートはせんのんじゃけどな。なんか男性はね、一番ポニーテールが好きなんやって。で、二番目ハーフアップで三番目がお団子らしい。雨降ってきたんやけど、クリスマスやのに。まあ私雨が好きだから全然 OK なんですけど。というわけで毎年恒例ぼっちなんですけれども、今日も元気に過ごしていきたいと思います。レッツスタート。はい、というわけで、これからね、ちょっとお買い物に出かけたいんやけど、ちょっとケーキ焼いていこうかなと思って。今年はちょっとケーキを焼いて女子力アップアップな日にしようと思って。まあもちろん一人用なんですけど、作りまーす。全卵1個にグラニュー糖 30g、 美味しそうかもしれない。でハンドミキサー、こんなもんかな。薄力粉 28g ふるい入れて、バター 10g 溶かして混ぜる。楽しい。ケーキスポンジから作るのいつぶりやろ。で溶かしバターと混ぜてと。でもやっぱ学生の頃はね、クリスマスお友達と過ごしたり、まあいろいろな人と過ごしたり、結構イベント感が強いけど、やっぱ大人になってからただの平日っていう人がめちゃめちゃ多くない？で実際そうなんやけど、私も今クリスマスを口実にお菓子作り楽しんでるだけの人なんやけど。よいしょ、いい感じです。小さい頃のクリスマスの思い出は、私が多分小学生ぐらいの頃に、まあ、当時ねおはスタっていうね朝の番組を見とったんやけど、そのおはスタの、まあ、おはガール好きやったんやけど、おはガールのめちゃめちゃなファンとあのお父さんにあの勘違いされて、なんかおはガールの手品の本プレゼントされて、はぁ って思ったこと。ちょっと一応本見て手品したけど、私と同世代の子はわかるかもしれない、おはガールマジックしてた時代。青い子と赤い子と黄色の子がいたっけな。焼きます。じゃじゃん、焼けました。ちょっとええ感じにできたかわからんけど、ちょっとこれを冷ましてる間にお買い物に行ってきたいと思います。ケーキ作るとか言っておきながら、生クリームがないので、生クリームとか、あとフルーツとか、あと飲み物とか、あとちょっとした自分へのプレゼントとか買いに行きたいと思います。ね、めっちゃ雨降ってるよ。寒っ。これでちょっとイルミネーション見に行くリア充減っちゃうんじゃない。行ってきます。はい、いろいろ買って帰宅しました。なんかもういろいろ、本当にいろいろ買いました。詳しいものは後でご紹介するんやけど、じゃじゃん、いちごとねホイップを買ったので、ケーキをね完成させたいと思います。わーい、ケーキ。クリスマスじゃなくても毎日ケーキ食べたいけどね。ちょっと絶妙に下手な感じに出来上がっとると思うんやけど。あー、はいはいはい。え、ちっちゃ。おー、こんな感じのスポンジケーキ。これ私が下手くそで膨らんでないんですか。なんかスポンジケーキをさ、ベーキングパウダーも使わずさ、卵の力だけで膨らますの難しくない？ホイップを絞ってデコっていきます。いちごって本当は野菜なんだよ。かさ増しするために大きめに入れちゃおう。 OKOK。 よいしょ。おー、ね、いつもクリームたっぷりありすぎてクリームが足んなくなっちゃう。よっしゃ、汚いけど大体こんなもんやろ。誰も見んしな。一応ね、これ飾り用にドライストロベリー買ったから乗せるか。散らす感じ。できました。じゃじゃーん、独身女のクリぼっちケーキ、いちごフレーバー。ちょっと見た目ホラーになったけど美味しそう。一番美味しい。じゃあお昼ご飯もね、軽くあるものなんやけど用意していきたいと思います。前ね、香川県にドライブで行った時に買った骨付き鶏、これ食べてなかったので、賞味期限がちょうどクリスマスなので食べたいと思います。あとこれ美味しいやつ、ポタージュパイなんやけど、私の推しがなんか美味しいって言ってたので、推しの美味しいものは間違いないのでパパッと用意してきます。じゃじゃーん、できました。
めっちゃ美味しそう船付き鶏。香川県のさ有名らしいからさ、ずっと食べたかった。これポタージュパイですね。私の推しのラブ。あとじゃじゃじゃん、さっきスーパーに行ってね、このシャンメリーも買ってきたので開けたいと思います。本当はピカチュウのが良かったけど、ミニオンとプリキュアしかなかった。待って、よく冷やしてお召し上がりくださいって書いてある。まあいっか、常温だけど。じゃ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 ん、おお、かわいいグラスです。これどうやって開けん。今幻が見えた。シャンメリーって爆発するもんやったん。爆発するって書いてない。骨付き鳥にちょっとかかったんやけど。じゃあクリスマスご飯完成です。ではいただきます。乾杯。ちょっとシャンメリーかかったけど、いただきます。ブラックペッパーめっちゃしっかり効いとって美味しい。シャンメリーの味もかき消されるわ。なんかリビングやけん仕方ないけど、めちゃめちゃインコがいる前で骨付き鶏を食べてる私、目が合いますね。カバ美味しい。推しのラブを食べます。美味しそう。いただきます。美味しい。これパイがこんな感じになっとってめちゃめちゃ美味しい。手で失礼します。今日チラス日かな。美味しかった。推しの味覚が天才。でもこれ手で食べた方が早いんですよね。いただきます。ごちそうさまです。ケーキもいただきます。今回は誕生日の時と違って手作りスポンジだから。いただきます。美味しい。スポンジいい感じ。いや本当クリスマスとか誕生日はそれを口実にケーキをたくさん食べても許される日だと思ってるから。なんだかんだイベント云々よりケーキ食べるのが一番楽しみやったから、子供の頃から。さっきからすごいインコがダセダセしてくるの、すごい。見る？リコちゃん出してほしいの。リコちゃんほら、リコちゃん、あー巣箱入ってった。ピーターン、カーテンの色と同化してるよ。うちのね、ボタンインコが今ね、巣箱にいて卵産んで温めとるから、もしね、うまくいけば年明けにインコの赤ちゃんが生まれるはず。インコのヒナ欲しい。やめ時がわからん。こういう絶妙なサイズのスイーツと鍋料理はやめ時がわからん。やめ時なかった。ごちそうさまでした。はい、というわけでちょっとめちゃくちゃお腹がいっぱいなんだけど、さっきお買い物に行った時ね、自分へのプレゼントというか欲しかったものをちょこっと買ってきました。もう本当にいろいろ買った。これをね、今の自分にプレゼントしてもええんじゃけど、なんかもうここ数年ずっとね、さっきも言ったけど、クリスマスはただの平日で仕事して、特に何にもない日みたいなのをね過ごしてきたから、ちょっとドキドキが欲しいなと思って。ちょっとね、何を企んでいるかというと、あれをしたい。なんか動物の森で未来の自分に手紙を送れるみたいなのあるやんか、あれみたいなことをしてみたい。今回買ったプレゼントを1年後の自分にプレゼントしたい。なんか1年後の自分へのドッキリのような、サプライズのような、面白さやない？まあ、自分で選んどるからね、サプライズ要素とかあんまないんやないのと思うけど、1年経ったら結構忘れとるから。現に今ね、私去年自分何のクリスマス動画やったっけっていうのね、完璧に忘れとったから。まあ、実際にね、そういうサービスあるのかなって調べたらあったのよ、未来の自分にね、プレゼントをくれるやつ。でも私はちょっとめんどくさいなと思ったので、よくある感じで家の庭にね、タイムカプセル的な感じで埋めたいと思います。てな感じでね、1年後の自分に買ったプレゼントを一部紹介いたします。1個これなんじゃけど、ポケモンストアに行ったら売っとって、なんか謎に買ってしまった。ペーパーピカチュウグラス。今年のクリスマスもこれをするし、多分来年のね、クリスマスもきっとこれを開けてこのメガネをかけることでしょう。で、入れ物はこの100均の B5 のケースに入れようと思います。じゃじゃじゃん。あとこれもポケモンセンターで買いました。これもね、なんかちょっとちっちゃくて、ちょっと私よくメモとかするんで使えそうやなと思って買いました。めちゃめちゃ可愛い。これは多分ね、1年後の私も喜ぶと思う。あとこれね、アクリルチャームコレクション。これ全10種類で何が入っとるかわからんのやけど、1年後に開けたいと思います。この中のどれかが出るんやけど、現段階での私の気持ち的にはこのヌオーか、この右上のピカチュウとピッピとヒバニーのやつが欲しいなと思います。まあ、狙いはそんな感じで、1年経ったらね、欲しいの変わっとるかもしれんのやけど、入れます。
とね、最近読んだ漫画も入れようと思って、この漫画ね、ツイッターでめっちゃバズっとって、私もね、それでいいねで回ってきて見たら、めっちゃもっはぁっていう、もうめちゃめちゃ胸キュンした少女漫画。タイトルはね、顔だけじゃ好きになりませんってタイトルで、このタイトルツイッターで検索すれば多分1話とかずらーって出てくると思うんやけど、ね、顔が顔が良すぎるこじらせ先輩×打たれ強いドメン食い後輩ハイスピードラブコメディ。いやもうほんと、もうね、顔がいいっていいなと思うっていうか、困難されたらもう好きになるやろみたいな、もうとにかく今一番激推し漫画。まあ、これはね、1年後の自分は多分読んでないと思うので、漫画ってね、1回読んだらなかなかね、2回目3回目とかね、読まないから、私ちょっと1年後の忘れかけてる頃にね、ちょっとまたこれを読んで、ちょっと胸キュン補給しようという作戦です。電子書籍あるからいつでも読めるんやけど、紙は封印です。てな感じで、ちょこっと入れ、いろんなものを入れつつ、待って、みんなすごい、動画の最初ら辺で言ったさ、私がちっちゃい頃にお父さんにもらったオハガールのマジック本探したらあった、2005年12月20日初版発行って書いてる。え、懐かしい、これ持ってた人いないの？同世代の人、この赤い子まどかって名前だった気がする。これもじゃあ入れときます。で、埋める前にやっぱりね、ちょっとタイムカプセルなので、自分にちょっと手紙を書こうと思います。面白そう、手紙。ちょっと今の心境とか、いろいろ現状とか書こうかなと。まあ、これはね、今私書くんやけど、内容は見せずにね、みんなも1年後にね、あの時レイン何書いとったんやろってね、1年後のクリスマスにぜひ一緒に確認していただけると嬉しいです。よっしゃ、できました。じゃあこれを下ら辺に入れて、じゃじゃん、こんな感じでできました。これをね、ビニールとかに入れて、ちょっと庭に埋めたいと思います。楽しみ、初の試み。では埋めに行こう。はい、というわけで、ちょっと最後の最後でクリスマス感を取り入れました。今年もね、ぼっちだったんだけど、クリスマスとっても楽しかったです。無事1年後の自分へのね、プレゼントも設置できたし、来年のクリスマスめちゃめちゃ楽しみ。ちょっと猫とかにね、掘り返されたりしないことを願うんですけれども、ぜひね、今見てくれてるみんなもね、来年のクリスマスに私のね、プレゼントのね、開封をね、見守ってくれると嬉しいでございます。というわけで、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok のフォローと LINE の友達追加もぜひ。というわけで、今日の動画終わりです。お疲れ、ありがとうございました。メリークリスマス。